今日は昨日の山下さんに続きですね、この仮暮らしのアリエッティの作画監督を務めている香川さんについてお話したいと思います。香川さんは本名香川恵っていうんですけども、あの社内ではみんなから愛ちゃん愛ちゃんと呼ばれている非常に人気のある方なんですけれども、その香川さんっていうのはですね、そうですね、その昔動画工房という会社に勤めていまして、80年代ぐらいからはその投影動画の作品を中心にいろいろとやっていたそうなんですけれども、どうしても宮崎監督の作品がやりたいということで、風の谷のナウシカがでスタッフを集めている時にこうあの集まってきたスタッフの一人なんですね。でその後もう全てのですね、もうほぼ全てのスタジオジブリ作品に参加している、こうジブリのことを、まあ、何でも知ってるって人なんですけども、すごくベテランのアニメーターの方です。特にその紅の豚とか、平成たぬき合戦ポンポコとか千と千尋とかでは作画監督も務めてくださいましたし、ジブリ美術館でやってる星を買った日っていう作品では演出アニメーターとしても活躍しています。そんな香川さんがですね、このアリエッティの作画監督ということで彼女にちょっとインタビューをしてきました。で3つのことを聞いたんですけども、まずこのアリエッティのマロが書いた絵コンテを読んだ時にどう思ったかというふうに聞きました。非常になんかこう感想としてはすごく面白かった、面白かったけど後から原画を起こすところになってマロに騙されたと思ったっていうふうに彼女は語っていました。なんかこうもっとちゃんと絵コンテの段階でいろいろ見て指摘しとかないとダメねっていうことを言ってましたけど、まあ非常に笑顔で語っていましたから そんな厳しいことを言ってるわけではないんですけども、そんな感じで答えてくれました。それからこの作品にかける思いみたいなことを聞いたんですけども、非常にもう体力的にきついし、頼まれて他にやるスタッフがいないから私がやるみたいな謙遜してましたけども、とにかく早く終わってほしいなということを言ってました。で3つ目、マロに一言みたいなことを聞いてきましたけれども、とにかく第2第3の監督作品をぜひ作ってほしいとはっきり言ってくれました。それからとにかく非常にマロらしい映画になってるんで、皆さんもそういう思いで見てほしいと言ってましたけども、最後に付け足しでつい最近聞いたんですけども、このアリエッティっていうのはどうもスカーレット・オハラのイメージなんだってって聞いて、それだったらもっと早く行ってよっていうふうに言ってました。今日は香川さんについてお話ししました。